どうも肉まんです。今回はコストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。ここ最近ガソリンの値上がりがすごいですね。私の行ってる店舗さんでは170円でした。ただ市場価格と比べては10円以上お安いので本当に助かってます。まずは気になった商品からご紹介します。モノポリーボードゲームコストコエディション、お値段が6388円でした。コストコバージョンになっててすごく面白そうです。もう絵がものすごく可愛かったです。モノポリーもいいですが、これがジグゾーパズルだったら購入してました。この柄可愛い。あとはペーパーホルダー、お値段が通常1788円のところ400円引きしてて1388円でした。デザインがリニューアルされてました。以前のようにステンレスの色ではなく白っぽくなってます。これもおしゃれですね。あとはあやぎスナップデッキ4個入り、お値段が6980円でした。こちらの商品2色の色が売られてました。4枚しか入ってないので、こういうベランダに敷くとしたらちょっとお金はかかっちゃいそうです。ただ置くだけなので手軽さはありますね。あとは LED デスクライト、お値段が9980円でした。すごく大きなデスクライトでパソコンなんかするときには良さそうです。あとは和牛4等級ロース真空パック、 100g あたり689円でした。すごくサシが入って美味しそうなお肉でした。これはステーキで食べたら美味しそう。あとは宮城県産生ホタテ片貝、 100g あたり188円でした。2895円で見た感じ16個入ってるので1個あたり181円です。バーベキューなんかするときには良さそうですね。あとはバラマンディ、 100g あたり399円でした。ベトナム産のお魚でちょっと聞き慣れないお魚が販売されてました。見た目は結構美味しそうです。白身魚みたいな味がするのかな、このお魚ちょっと気になりました。あとはジョージアザラテ、お値段が2298円でした。普段この商品買われている方は良さそうです。あとはチョンカキムチ 1.2kg 入り、お値段が948円でした。パッケージがリニューアルされてます。味は一緒なのかな。あとはフーティユ南蛮15袋入り、お値段が1248円でした。これからアジアンフェアなのかわからないんですが、タイの商品が増えてました。あとはプチッと鍋5色アソート、お値段が1348円でした。冬はプチッと鍋シリーズよく購入してたのでまた購入します。以前に比べてはキムチ鍋とアサリとホタテのうま塩鍋が追加されてますね。あとは鮮丼ジャン10袋入り、お値段が998円でした。ちょっと酸っぱめな味だったので私好みだったんですよね。来週買いたいなと思ってます。あとはエビオス504錠2個入り、お値段が2798円でした。整腸剤買われてる方は良さそうです。あとはリポビタンジェリースポーツマスカット味、お値段が2998円でした。これ飲んだら元気が出そう。あとはベルギーチョコレートアソートボックス46個入り、お値段が2798円でした。こちらの商品中身は一緒だと思うんですけど3色の色が売られてました。今週門真倉庫店がオープンしましたね。聞かれた方いますか？関西では5店舗目になるみたいです。ニュースで見たんですがオープン当日は5時オープンだったみたいですね。オープン記念セールの目玉商品としては XBOX、PS5、レゴのクッパ、白州なんかが置かれてたみたいです。レゴのクッパが人気ってあんまり知らなかったんですけど PS5 いいなと思っちゃいました。なんか取り合いになってる映像を見ましたが、こういう目玉商品はちょっと取り合いになって危険そうですね。私が一番気になってるのが一蘭ラーメンです。オープン当初は門真倉庫店のみの販売になるらしいですが、いずれ全国の倉庫店でも販売してくれると思います。5食入りで1738円みたいです。フードコートでは新しいスムージーに変わってました。
アップルペアスムージー、リンゴと梨のスムージーです。飲んでみたらリンゴの甘さ、梨の甘さのダブルパンチで甘さがガツンとあるスムージーでした。リンゴの蜜のような甘さが好きな方にはおすすめです。私は甘すぎてちょっと苦手でした。今回買ってきた合計点数17点、合計金額18,391円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにアボカド5玉入り、お値段が598円でした。1個あたり120円です。こちらの商品すごくお安かったので2つ購入してきました。普段の価格は898円ぐらいと1000円近くで売られてるんですが、今回は500円台と破格なお値段です。パン君家族と分けたいなと思ってます。続いて白ネギ 800g 入り、お値段が468円でした。今回のネギは9本入ってました。なので1本あたり52円です。スーパーの価格わかんないんですが、少しはお安いのかなと思ってます。続いて有機育ちごく小粒納豆 30g 9個入り、お値段が368円でした。1個あたり41円です。納豆は毎週購入してるリピート商品です。続いて青森県産長芋 300g 3本入り、お値段が568円でした。1本あたり189円です。この長芋もリピート率高めです。今回はとろろだったり山芋の磯辺揚げなんかしていきたいなと思ってます。続いて卵20個入り、お値段が488円でした。1パックあたり244円です。卵は毎週購入してるリピート商品です。続いて伊藤ハムアルトバイエルン熟成 550g 2袋入り、お値段が1398円でした。1袋あたり699円です。最近はウインナーの割引が少ないです。一時期ずっとやってましたよね。通常価格でも安いので購入します。続いて玉ねぎ 5kg 入り、お値段が899円でした。玉ねぎもいつもコストコで購入してます。今回の玉ねぎは小ぶりなので使いやすそうです。続いてサラダチキンハーブ味 110g 6個入り、お値段が1178円でした。1個あたり196円です。最近はパン君が小腹が空いた時にこのサラダチキンを食べてます。久しぶりに私も食べたんですけど美味しかったです。続いて吉野家ミニ牛丼の具 80g 6袋入り、お値段が通常1198円のところ240円引きしてて958円でした。1袋あたり160円です。ちょこちょこリピートしてます。最近は豆腐の上に牛丼を乗っけてすき家の牛丼ライトのようにして食べてます。続いて豆腐バーうまみ昆布14本入り、お値段が1498円でした。1本あたり107円です。豆腐バー初めて聞きます。パッケージではサラダに使ってますね。豆腐を固めた感じなんですかね。食感が気になります。続いてスガキヤ岐阜タンメン6人前入り、お値段が980円でした。1人前あたり163円です。スガキヤさんと聞くとついつい買ってしまいたくなります。そして生麺でこの価格はお安い。もう見た目から美味しそうです。開封編で食べていきたいと思います。続いてペンネプッタネスカ 100g あたり149円、 1299g 入ってて1936円でした。オリーブがたっぷり入ってそうですね。このミニトマトがとっても美味しそう。続いて平打ち風豆腐麺2パック6袋入り、お値段が1198円でした。1パックあたり100円です。たっぷりの野菜でサラダ豆腐麺と書かれてます。カロリーも抑えられてダイエットに向いてそうですね。一昔前はこういう商品ってあんまり美味しいものなかったんですが、最近はレベル高いですよね。美味しかったら嬉しいです。続いてブーランジェリーブレッド16個入り、
お値段が1180円でした。1個あたり74円です。もう見た瞬間カラフルで可愛く、私好みの商品だなと思いました。こういう色がついたもの見るとテンション上がります。そして小ぶりなサイズなので食べやすそうです。続いてホノルルクッキーミニバイツダブルチョコレートマカデミア454g 入り、お値段が1598円でした。ホノルルクッキーさんからまたまた新商品が販売されてました。前回のパイナップル味とても美味しかったです。今回の味もダブルチョコ好きにはたまらない商品ですね。私はちょっと甘さが控えめだったら嬉しいです。続いてローストビーフ茶畑サンドイッチ5個入り、お値段が2480円でした。1個あたり496円です。ローストビーフを使った商品ってクリスマス付近が多いんですけど、今回は夏にサンドイッチとして登場です。ローストビーフもたっぷり入ってて食べ応えありそう。こんな感じ、今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今週もいろいろな商品が売られてました。門真倉庫店行かれた方いますかね。門真倉庫店でしかまだ販売されてない商品とかもいろいろあると思うので、ぜひお近くな方は行ってみてください。遠征コストコもいいなと思ったんですけどね。そして門真倉庫店分の割引商品こんな感じであります。9月10日まで割引されてるみたいなので、もし気になる商品だったりある方はちょっと落ち着いてから行くのもいいかもしれないですね。一蘭のラーメン食べてみたいんですよね。私の一番のおすすめラーメンは味仙ラーメンなんですが、一蘭ラーメンもすごく気になります。一蘭ラーメンって店舗で食べたことないんですよね。なのでこっちで販売されるまでには店舗で一度食べてみたいなと思ってます。味仙ラーメンも最近買ってないですが美味しいんですよね。ラーメン買うと毎食でもラーメンにしたくなっちゃうので、ちょっと最近は控えてるんですが、また味仙ラーメンも購入したいと思ってます。本当は買いたいんですけどね。ぜひ気になるものあったら挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。